水処理棟は姉妹別川ペトトル川から取り入れた水の濁りを沈殿させ、その後消毒・ろ過を行い、飲むことのできる水を作るための施設です。水処理棟は浄水場の心臓部とも呼ばれる施設であり、安全・安心・安定な水の供給に不可欠な施設です。続いて水処理棟の施設紹介を行います。原水流入管は姉妹別川ペトトル川の2系統の川の水をポンプを使わない自然流化方式で浄水場施設内に導く管路です。原水流入管は着水井へ接続されています。川の水が原水流入管を通じ最初に入る池のことを着水井と言います。着水井に入った水は本和地に送られます。混和池は川から取り入れた水に凝集剤を投入し、堰をくぐらせた後、急速攪拌機により攪拌させることで、水の中に含まれる泥などの濁り成分を相互吸着させ、沈みやすい粒、いわゆるフロックを作るための池です。混和池だけではフロックは微小なものなので、フロック形成地でゆっくり攪拌することにより、小さいフロック同士の衝突吸着が進み、フロックは目に見える程度の大きさになります。フロックは大きく重いほど沈殿しやすくなるので、フロックを大きくするためにいろいろな工夫がなされています。この池での攪拌装置をフロキュレータと言います。沈殿地はフロックを取り除き上澄み水を得るための施設で、洪水などで川の水が濁った時に特に重要な役割をします。沈殿地の内部には上交流式傾斜板と呼ばれる板を入れて、フロックを取り除く時間を短くして沈殿効果を高めています。沈殿地の底にたまったフロックは排泥管を通り天日乾燥床に送られ、自然エネルギーである日光により乾燥させます。乾燥された汚泥は最終処分場へ搬出されます。沈殿地でフロックを取り除いた上澄み水は連絡管を経由しろ過池へ運ばれます。ろ過池は砂や砂利の層を通すことによって小さな浮遊物や細菌類を取り除く施設です。ろ過池の砂や砂利はろ過池の底から浄水を逆流させることにより洗浄を行います。
洗浄で濁った水は洗浄排水池に送られます。洗浄排水池は水の濁りを落ち着かせるために設けられた貯留池です。続いて水処理工程における各付帯設備の説明をします。凝集剤注入設備、ポリ塩化アルミニウムという凝集剤と川から取り入れた水を混ぜ合わせることにより水の濁りの粒子を相互吸着させ大きくするための設備です。炭酸ガス注入設備、混和池において凝集剤の効果を高めるための設備です。塩素注入設備、沈殿水に次亜塩素酸ナトリウムという薬品を注入し、水に含まれるマンガンの除去や消毒を行うための設備です。加勢ソーダ注入設備、最終の水処理工程において水質基準に適合した pH 調整を必要に応じ行うために加勢ソーダを注入する設備です。